ズピーコズエです。今日はうちほんまなんで今まで思いつかんかったやろっていうのをやりたいと思います。それをなんで思いついたかっていうと、リクエスト、ありがとうございます。なるあいさんからのリクエストで、たこ焼きアレンジレシピを教えてください。くまくまさん、たこ焼き、お好み焼きとか、大阪名物のこずちゃんちのオリジナル美味しい作り方を知りたいです。アンビ乙女座さん、私最近牛すじにハマってるから、煮込み、土手焼き以外の美味しいングな方法、期待寄せてまうわ。この3つのリクエストをいっぺんにやっちゃいたいと思います。たこ焼き器でお好みを作りたいと思います。だってたこ焼き器でお好み作ったらこれがなくなります。今日お好みするけど、あんた豚玉でいい？どうしよう、豚塩かな、柿塩かな、エビ入れようかな。いやもうあんたも豚でええや。でも柿も食べたいし、エビも食べたいし、どうしよう。では行きましょう。まずこんな感じでお好み焼きの生地を用意しました。これはもうそのままのお好み焼き粉の裏に書かれてるまんまのやつですね。一応たこ焼き器に入れるということで、ちくわはめちゃくちゃちっちゃく切ってます。あとグーなんですけど、豚玉やるやろ、かき玉やるやろ、で、まあ、チーズ鉄板の、大阪人はお好みに甘辛く炊いた牛すじとネギを入れます。じこんってやつ。じゃあまず火をつけてる間に、洗いたてのハッピー、たこ焼きって言ったら油を塗っていきます。まあこんな感じでやって、すじこんは一緒に入れちゃおうと思うんですけど、他の具はこっち側に入れます。まあ、こんな感じでやりつつ、こっちも見つつ、ほろ苦忍者なんか言えてない、ほろ苦忍者なんか言えてない。乾杯しつつ、飲みつつ、めっちゃいい匂い。なんでこれ美味しい、ほろ苦いな、結構きついかも。そうだ、全然大丈夫やけど、真ん中のゾーンにすじこん入れていきます。やばい、楽しい。返します。わー、感じです。かきゾーンに少しと、豚ゾーンに。やばい、めっちゃ楽しいんですけど。一人やのに、うるせー。弱火でお好み焼きを焼くのはなんでかって言ったら、キャベツを中まで火を通すっていう、なんか食べれるんですけど、美味しいお好み焼きっていうのはキャベツをじーっくり焼くことで、ちょっと美味しそう。牡蠣とか牡蠣チーズ美味しそう。牛すじこんは絶対うまいでしょこれ。おー、チーズの焼けるいい匂いがしてきましたよ。ブランド物の香水よりいい匂いですね。ちゃうんです、今ね、ちょっと寝てないんですよ。牛すじこん、たこ焼き、お好み、いただきます。まずやっぱこれはそのまま食べたいですよね。うん、おいしい。紅生姜がやっぱ多めに入れたのが良かったです。よしよしよ。うん、女子はね、ちょっとずつをいっぱい食べたいんですよ。すじこん美味しいです。じゃあ次はちょっと柿チーズいきます。あ、これ絶対美味しいんですけど。きつね色加減、あー、めっちゃ柿とチーズの時あったに、これは絶対、ちょっとまだ食べてないけど、ワインに合いそう。あっくい、あっくいがあるか。柿チーズうまい、絶対赤ワインとかめっちゃ合いそう。あ、これいいな。でもそれやったらたこ焼きに柿入れたらいいだけ。どっちが美味しいんやろ。で、こっち側で普通にアヒージョみたいに柿焼いたらいいんちゃう。ねえ、なんかエスカルゴ的なね、空気が出てますね。うわー、うー、絶対これやった時、これ後で作ったら、もうお腹いっぱいやけど、もうお腹いっぱいやけど、これだけは食べれる、これでいっぱいやるわ。ワインついで。あっ、しかもこの合間を塗って、このちょっと余ってる牛すじを食べる。牛すじを茹でるんですよ、そのままずっと茹でるんですよ。で、柔らかくなるじゃない。そこにポン酢と牛すじとネギを入れて、それで食べるんですよ。これが一番おいしい。おいしい。カリカリしてて、チーズがちょっとカリカリしてて、豚もちょっと脂が多いところを焼いたんで、カリカリしてる全体的に。あー、おいしいけど
一人でホットプレートを使うことほど寂しいことはない。毎週金曜日は女芸人の自炊事情という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても家で楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を作れるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。じゃあ今日はたこ焼きをやったのかお好みをやったのかわかんないけど、とにかく楽しい貯金をしたいと思います。何これ全然つもり貯金ちゃうやん。まあ、何しか貯金します。リクエストをくれたくまくまさん、なるあいさん、そしてあんびおとめたさん、どうもありがとうございました。これからもコトチャンネルをよろしくお願いします。そして会社にどなたかわかんないんですけど、あのパンデタって言うんですか、これ私ちょっともらったことないんでわかんないんですけど、あのいただきました。ちゃんと私の元に無事に届いておりますので、どうもありがとうございました。ではではでは。